こんにちは。相手はブラックナイトの挑発があるので、こちらはメレンドルとアメトリンで対策する作戦です。左から攻める作戦で、左の攻撃力を高めるためにカディレンとイベリンとディアーナを入れています。相手のチームで面白いのは、2018の えー、レジェンドファミリーボーナスつけてはるんですよね。このリンク結構結構厄介ですよね。回復しますし、えー、攻撃力と防御力上がりますし、なかなかイベリンとドレイクフォン、いい組み合わせですよね。はい、では行きまーす。どっと。はい、行きまーす。はい、まずは左に緑が欲しいです。 えーシャーナインでここでも行きましょうかでは緑ダイヤを作りましてえーアメトリンにマナが溜まってくれたので緑ダイヤは温存して温存してここ行きましょうか はいそれではブラックナイトが挑発を発動しましたが、えー、アメトリンを当てましてはいいいですねいいですねそれでは、えー、カディレン回避を発動し、えー、さらにイベリンを、えー、ここに当てましょうかここに当てましょうか えー、それでは、えー、ドレイクフォンとブラックナイトは、えー、パズルで倒せると考えて、えー、ハンナに対して、えー、ディアーナを目くらまし受けてますけど、目くらまし受けてますけど、えー、ディアーナ撃ちます。当たった。はい、えー、それでは、それでは、それでは、えー、もうここ行っちゃいましょうか。 ガサッとはい、上々ですね、上々ですね回避ですね、回避ですねえー、傷ついていたイベリンと星4のアメトリンはやられちゃいましたが、えー、割と割といいですかねそれでは、それではえー、目くらましを受けているディアーナを 今回は、今回は温存して温存して。本当は空打ちがしたいけれども空打ちできる場所もないので、えー、ここ行きましょうか、えー。本当は空打ちをしたいけれども空打ちできる場所もないので、えー、ここ行きましょうか。えー ではディアーナの目くらましが取れたのでハンナに対してディアーナを打ちましてはい倒せましたね、えー、右に大穴が開いたので右に大穴が開いたので、えー、空打ちでマナを貯める作戦です、えー、では、えー、イベリンの通常攻撃もあるのでいっぺんいっぺんカディレン使っておいて ははい、えー、では右で右で、えー、緑を呼び込む作戦です。右で、えー、緑を呼び込む作戦です。はい、これでこちらマナーたまりますかね。はい、えー、それでは回復をして、カディレンはまだ温存して、ディアーナをイベリンに当てて。 でもって、あとは一体だけなので、回復役の一体だけなので、でも、えー、右でマナー貯めましょうか。えー、右でマナーを貯めようとしています。えー、大穴の開いている右で、ネチ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 ,ネチと、えー。では、えー、相手に、えー、スキルを発動されるので、発動されついでに、もう、まえー、無駄玉を当てて、えー、マナーを貯めさせて。 はい、えー、それでは、えー、とりあえず盤面に緑を呼び込みましょうかね、えー、盤面に、えー、緑を呼び込んで、えー、一気に最後片付ける作戦です一気に最後片付ける作戦ですなんとか緑を呼び込んでおきたい、えー、なんとか緑を呼び込んでおきたいではいきましょうかね えーまずは、えー、カディレンを当てて、えー、ディアーナを当てて、わざと一回スキルを発動させようとしてます、今は。えっ、ー、と、弾を当てれない、弾を当てれない、弾を当てられない。えー、じゃあ、ここ行きましょうか。 えー、わざと一回スキルを発動させようとしています。えー、あんまりいいとこ見つけられない。いいとこ見つけられない。しゃーないんでここ行きましょうか。えー、一辺ラファエレにスキルを発動させて、けれども、ここでメレンドルのバフ解除が生きてきて、いいですね。えー、これであとは一気に勝つ作戦です。 はいありがとうございました。えー、やはり、えー、メレンドルバフ解除、えー、便利ですね。はいありがとうございました。